これより EAFF E1 サッカー選手権2017決勝大会大会概要発表記者会見を始めさせていただきます。本大会は東アジア地域のサッカーの王者女王を決める最も権威のある大会であります。男子は今年で7回目女子は4回目を迎えます。連盟が創設されて15周年を迎えますが、本大会はアジアサッカー全体のレベルアップに大きく寄与しているものと考えております。今回の決勝大会は12月8日に開幕し、男女ともに中国、日本、DPR コリア、韓国の東アジアを代表する4カ国がタイトルをかけて競い合います。どの試合も近隣の国同士の非常に激しい試合になるというふうに思います。決勝大会にふさわしい激しく、しかもフェアプレーにリスペクトの満ち溢れた大会になることを望んでおります。はい、それでは大会コンセプトについてご説明いたします。世界のサッカー界における東アジアの存在感がますます大きくなってくる中、創設から14年目を迎える本大会は次のステージを目指します。本大会は EAFF E1 フットボールチャンピオンシップへと名称を変更し、それに伴い大会ロゴも一新いたしました。ここには東アジアサッカーのさらなる強化と国際親善という目的に加え、世界のサッカー界に対して新たな提案をしていくという意思も込められております。ce tournoi pour nous ça s'intéressant。まあ、このトーナメントですね、私たちに非常に興味深いものになると思います。On peut voir beaucoup de candidats pour l'équipe A。そしてですね、本当に最後に、残るであろう選手を見極める大会になると思います。最終予選を突破した我々にとってはですね、国内組を試す良い機会になるだろうと思います。pour mettre sa candidature pour l'équipe A。 本当にですね、最後の最後にチームに残ってくれるのかどうか、残るのかどうか。pour ça on va sélectionner les joueurs qui sont capables aussi être candidats pour l'équipe A。つまりですね、我々はそういった候補の選手を探す場としてこの大会を位置づけたいと思います。 Notre objectif et ambition c'est pour essayer gagner ce tournoi。 もちろん我々の野心としてはですね、このトーナメントを勝つということですから。 Mais j'espère on va essayer se préparer et essayer gagner tous les matchs。 しっかり準備して全ての試合を勝利していきたいなと思っております。 Ça veut dire il y a deux objectifs。 2つ目的があります。 Essayer gagner ce tournoi。 まず勝つことですね。Et après, voir l'état de forme de certains candidats pour l'équipe A。そして、最後に、残るであろう選手の見極めですね。この大会は先ほど会場からもお話がありましたけれども、アジアの4チーム、この東アジアの4チームというのは世界の中でも非常にレベルの高いチームが揃っていますので、決して簡単な大会ではないと思っています。でいつもこうずっとお互いに切磋琢磨しながら成長してきた、ライバルであり仲間であると思いますけれども、この中で私たちは今度4月のワールドカップ予選に向けて、この4チームは必ずこう倒さなければいけない相手になりますので、新しいチームになって新しい選手たちがやはり自覚を持ってどれぐらい戦えるかというのを非常に楽しみにしています。選手に求めることは、やはり、誇りを持って戦ってもらいたいということです。やはりこう日本を背負って戦うということを全力でこうグラウンドで表現してもらいたいと思っています。チームとしては、とにかく経験し、成長し、勝利を目指して全力で戦っていきたいと思います。以上です。はい、よろしいでしょうか。本当に手順に持ってもらって大丈夫です。はい。はい、よろしいですか。はい、お願いいたします。すみません、真ん中お願いします。はい、お願いします。お願いします。三日で笑顔でお願いします。